死ななくてよかった。マジで死ぬかと思ったんだよな。でもこのゲームってさ、死ぬとどうなるの？それは知らないんだよな。あ、マイクラの話になるけど、マイクラは死ぬとさ、あの道具とかロストするじゃない、まあ、すぐに回収すればなんとかなるそうですが、あれ道中なんか、あそこだあそこ、その拠点からあのドルルのところに向かうまでに、ここなんだろうと思って、その時移動中だから録画回してなかったから見なかったんだけど、なんか書いてんじゃない？うん、もうこのリムルダールの地はヘルコンドルによって支配されている。聖なる雫で病を癒し、ヘルコンドルを倒せばリムルダールに光が差すだろう。しかしそれは所詮我らの力では叶わぬことだ。いやでも叶わぬとて、そこにビルダーがいたらどうなる？話は違うんじゃないのかい？あそこ洞窟っぽいけど、多分私が掘ったところなんだよな。あ、震えが止まらない。いや本当、前回から実はちょっと数日経ってんだけど、マジで気が進まなくて、やることあったからできなかったんだけど、マジでね気が進まなかったのよ。本当に怖くて、あ、一旦セーブ。よし、おじいちゃん、え、は、どこや、お前か。おい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 、敵じゃねえな。あ、食らっちゃった。あー、逃げ決めを欲張っちゃダメだな。ヒットアンドウェイよ。よし、あ、え、あれだな、お祝いのキノコ食うか。えい、あ、そう、なんか話ある？俺の病気って一体何だったのかな。ひょっとしてまさかただの食当たりとかってことないだろ。何食べたの？元老愛者。あ、違う違う。いや、話す。あ、また距離が。ふむ、これが毒の病原体か。ウニ丼よ、よくぞ持ってきてくれたな。頑張ったよ。ふん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 。なんだっけ、魔人の心臓、あの FGO のさ、あの素材に見えるのは私だけじゃないはず。ふむ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 。にゃーにゃん。え、なになにしてん、なにしてんの、なになになに。ここの構造が、ああなって、こうなって、そうなって。うん。うむ、毒の成分の解析が終わったぞ。これで毒消し層を作ることができる。さあ素材を集めて毒消し層を作り、毒の病に侵された患者を救うのじゃ。これで一般ドルルのあのヘドラ使うんじゃない？やっくそありがて、元老朝もマジでありがて。よっしゃ。うん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 。花や草を混ぜた花や草？解毒のリング？毒のリングって何？いや、うん、やはりわしにはまだわからぬ。正しいことであるかどうか。もう、いや、同じかな？ん？なんじゃと？あまり考えすぎるとハゲてしまうぞ、じゃと？あ、これ聞いてないな。容赦ないな。また髪の話してるってなっちゃうから、髪の話はやめよう。うん。へい、わしはすでにハゲとる。逆にもう小はず、小難しいことも考え放題じゃ。ポジティブ。これは？綺麗な水？金。金。金がどこかで取れる。あ、ピンク
の花ってここで使うんだ。あ、しかも1回で3個作れる。あった。ちょっと時間も時間だけど、はい、しゃ、エルタン頑張ったよ。あ、そっか、女の子か。おー、なんということでしょう。新しい患者様を治療してくださったんですね。すっかり良くなって患者様も嬉しそう。本当に本当に良かった。ウニ丼様ありがとうございました。患者様が良くなって私は感無量です。患者様をお助けし、この地を浄化できるなら、私はいつでも自分の好みを投げ出しますわ。拠点狙うモンスターとかと戦う時に頼むよ。本当に震えが止まらない。ウニ丼様、これからも共に病に苦しむ人々を治療していきましょう。いや、ここに来て。ありがてえものが、めっちゃもらえるの。荷物を整理して、土、液体を入れる。これもしかして水入れれる？いや、ちょ、物が多いな。お水ちょっと試してみよう。これじゃないの、綺麗な水って。綺麗な水？エスト出とるが、寝るか。え、この瓶何に使うの？うん、なんかいらなそうなものを、こんなもんか。でもどこ治ってたよね、勝手に。あれ、時間経過で治るのかな。なんかそんな気配がするよな。いや、でも、なんだっけ、スナイパーの男の人に攻撃されたとき、すっごい死にそうになったよな。粘りつく液体。いや、どの道、まあ、花とか薬の入るような、もう少し進めたら、おそらくその、まあ、チャプターが進む、あの敵と戦いましょう的なクエスト始まると思うんだよな。それが表示されるまで一応この状態で進んで、でそれが表示されたら、ちょっと葉っぱ回収とか周辺探索行くか。もう少し進めよう。ある程度地盤マジで固まってきたよな。ヒヤヒヤする場面が、ああいう強いのは嫌だけど、ヒヤヒヤする場面が、ちょっと減ってきた気がするな。にゃ、あー、よかったよかった。ケンロバさんがね、なんかね、ウニ丼よ、どうであろう、そろそろこの地を少し掘った。おほほほ、あの拠点レベルの話ですね。これからはおそらく患者も増え、ベッドが足りなくなってくるじゃろう。ひょっとすると病気が治った住人の新しい部屋が、あー、なるほど。この地を立派な町として、あ、そうだな、みんなの部屋作るか。どこに作ろうかな。もはや
もはや2階建て的な構造もありって。あれ見えるかな、あれ私が破壊したやつだよな、おかしい。はい、うむ、素晴らしいぞ二度よ、町を発展させビルダーとして成長したようじゃな。やった。うんうん、お主に一つ伝えておきたいことがある。リムルダールに病苦を振りまき、おぞましい悪の力でこの地を支配しておるのはヘルコンドル。はいはいはい。空飛ぶってことはさ、空中戦、その遠距離攻撃できる何かが最終的に作れるようになったりするんじゃないのかな。あのそれこそ大砲とか弓矢欲しいな。うんうんうん。もちろん今のわしらはヘルコンドルに抗う術は持っておらぬし、今は病に苦しむ目の前の患者たちを助けることも重要じゃ。しかし二度よ、わしらにはヘルコンドルを倒すという使命があることも覚えておいてくれ。うん、そのためには、じゃ、武器の作成や町の発展もおろそかにしてはならぬぞ。やったー、しゃ。バトルマークが、そっか、エルダンが出すのか。あ、ケシー、いや名前覚えるの苦手なんだけど、覚えれるかな。助けてくれてありがとう。あんたたちのおかげですっかり良くなったよ。よかったね。病気になったら死ぬと思ってた人間が病気と戦うことができるだなんて。そうだね、この常識を知らない人がこの世の中には多いから、そこからね、意識を変えていきたいね。うん。あたいなんだか嬉しくなってきちまった。これからあたいも治療に協力するよ。ここで一緒に頑張っていこうじゃないか。こいつはせめてものお礼さ、取っておいてくれ。しゃあ。あれですね。ベッド4つ作るかな。ない。うん、綿毛は足りるから、うん、あ、こっからはちょっと拠点をあれですね。あ、3つでよかった。あ、作ってた。こう大きな病室。いいじゃんいいじゃん。あちあちあ、みんなありがとう。あ、木がないか。ピンクの花も何気に使うということが分かったからな。この瓶マジでどうやって使うんだろうな。あ、飾り家具って書いてる。あ、飾りなんだ。あれ、うん、じゃあセーブして素材集めに旅立とう。隣お前かよ。いや、エルタン隣で寝てくれてないの、なんで。エルタン、はい、戦えっていう指示が寝ててるので戦おうと思うんですけど、うん、装備、うん、大き槌は使わないでしょ。これも多分大丈夫だと思うんだよな。で、傷薬も持ってるし、今ちょっと見えないけど、一応周りもその塀というか軽くね作ったんだよ。だから大丈夫だと思うんだよな。大木槌とかが来た場合、スラピだけど。よし、戦おう。エルタン、俺戦うよ。ほう、二段様、何かおぞましい気配を感じます。おそらくなんだが、今この画面で言う、まあ、上というか、あっちから来るんじゃないかなと思うんだよな。あ、動かせる。あっちあっち。
あっちから来るんじゃないかな。あ、インストアシステム、はいはいはい。いや大丈夫だよね、あ、アップデートしなくて、うん、と思うんだよな。頑張ろう。うん、これはおそらく魔物の気配、多くの魔物たちがここに迫ってきているようです。これはどうしたことなのでしょう。今までこのようなことはなかったのに、なぜ。町をね、発展させるとね、調子乗んなって来るわけよ。出る杭は打たれんのよ。エルダンは知らないかもしれないけど、なんとしても魔物たちの攻撃から町を守らねばなりません。さあ、ウニドン様、魔物たちと戦う準備はよろしいですか。戦いたくないけど、ちょっとさっさと話し進めたいんだよな。正直ここのエリアもちょっと結構ね、探索甘いんだけど、あっちのね、なぞなぞやったところのさらに奥に洞窟あったけど、そこ行ってないでしょ。で、あっちはもうまん丸全く探索できてないんだよな。でも一旦話を進めよう。やる。お役に立つか分かりませんが、私も戦います。エルダン強いからな。ただこう、出勤の道とかも確保したかったけど、あんましてないんだよな。怖いな。誰が来るんだろう。エルダン、え、でかい。仲間を呼んだ。ちょっと待って、ヘルコンドルいきなり出てくるの。ちょっと待って、聞いてないんだが、おヘルどこ。え、もしかしてこっちですか。ちょっとずつで、やばい。エルタ、エルタ、頑張れ。誰、お前、あ、でも毒はもう怖くない。ちょっと待って、ちょっと HP が。一体な、エルタか。バカ。お、来た。HP も見つつ、偉いぞ。よかった。ちょっと元老さん、何してんの。戦力外だよ。落ちてる素材回収したいな。まあ、エルダンな。二度様、病というのは恐ろしいものですね。しかし不謹慎かもしれませんが、私はとてもやりがいを感じています。症状が軽くなった時のあの笑顔、病気が治った後の嬉しそうな姿。病と戦うことは辛いことかもしれません。でも私はそんな患者様を見るために頑張ります。素材ってあるな。こうあれなんだよな、ここ出るのは比較的簡単なんだけど、帰るのがね大変なのよ。とりあえず侵入はされなかったな。オッケーオッケー。ちょっと待って、新入りに話しかける前に、ノリンくんは戦力外ですね。あ、二人、二人いる。うなだれてる。病気じゃん。あ、この二人を救うところから始め、あれ、衛兵では、あいつ衛兵では戦力切っちゃ。俺は最近お前を呼ぶおっさんの夢に前歯をうなされてんだ。お前を呼ぶおっさん、ロランド。いいか、夢で見た通りに話すぜ。新地でのものづくりは順調であろう。ロランドに会いたいよ。みんなに会いたいよ。でも
使命があるから頑張ってるよ。忘れるな、新しい地では新しい素材を手に入れ新しいものを作る。うん、これが鉄則だわ。おロロンド、なんだか鼻息が荒くて、頭とヒゲの毛量が半端じゃないおっさんなんだ。うん、全くよ、俺の夢じゃなくてお前の夢に直接出てくりゃいいのにな。あー、ちょっとシーリーに話しかける前に、あれあれあの子は、あの子いないよ。あの子、名前忘れちゃった。ちょっと待って、あの子がいない。 あの子、マジで、あ、いたいたいた。あ、こんにちは。あ、ちゃうよな。マジケイシーさ、ケイシー、あの言論当てじいさん本当に理屈っぽいじいさんだね。あー、ケイシーさんはそういう細かいの全然気にしなそうなタイプよね。うん、何かにつけて重苦しいこと言うし、話もやたらに長いし、ああいうじいさんは苦手だ。そこに行くと病気で亡くなった。あたしのじいさんは、言論型は真逆でね。いつも鼻歌を歌いながら、パフパフやの夢を、あたしに語ってくれたもんさ。孫に？パフパフやってのはよくわからないけど、じいさんの夢だ。いつか叶えてやりたい。いや、ケイシーさんは叶えなくていいと思うよ。あとは？あとは、まあ、元老和さんがちょっと、あれって感じだね。まず話、めっちゃ、なんだっけ、バーザクになってんじゃん、FF で言う。はぁ、僕は、剣、遠くに見えた光にようやくたどり着けました。ウルス様のところから、ウルス生きてんの？あれ、ウルス、光を、この人、こんなところにこんな場所があるなんて。どうやらここがエディ様の墓になる場所らしい。ここエディ君っていうのかな。見覚えのある顔。担ぐ。まあ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 、寝かせてやりますか。端っこ、お前端っこでいいわ。水、あ、そうだ、水ってどうやって取るの。まだ時間あるから、うん、毒消しそうか。まあ、一旦元老はさ、はい。うんうん。恐れいて、いたことが起きてしまったの。おそらく、ここに攻めてきた魔物たちは、この死を支配するヘルコンドルの手先じゃろう。うんうん。まるで、この町や病室の場所が、魔物たちに知られたの。知られたの。うん。今後は用意せねばならん。しかし、噂に聞く、旅の、あ、そうだ。うんうんうん。ここで新しい地へ赴き、新しいものを手に入れることができるであろう。そこでじゃあ、ウニ丼、早速じゃが、お主に頼みがあるのじゃ。毒の病を克服した今、わしは次にリムルダールに蔓延する深刻な、これ各エリアで巨大ドロル的な、ああいうデカブツと戦っていく物語なのかな。嫌だな、嫌だな。麻痺？麻痺？つまり、麻痺技を作ってくるやつがおるというわけですか？うん。麻痺の森の中に、森。麻痺の森の中を探し？感染源？いやいや、あれ、毒消しそう、毒消しそうでどれで作るんだっけ。あー、はい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 、いいな。正直最初は毒にめちゃめちゃビビり散らかしてたけど、毒はほっといたら治るということが分かったので、もう毒も怖くないです。一人とりあえず
こいつ戦力になりそうだよな。あ、なんだよこれ、毒消しそう。少しだけ楽になった気がするな。あと一晩寝てみるぜ。オッケー。水？水って？水を救える何かがあるということだって。水、一マス祠部屋作るか。これも点数になるから、祠部屋、祠部屋。あ、夢だ。暗い闇の中に光が見える。どうやら夢を見ているらしい。あっ、私の名はロト。私の血を引き締めよ。ラダトームから見える魔の島に渡るには三つの魔が必要だった。私はそれらを集め魔の島に渡り魔王を倒した。でもなんかここの土地を救うにはなんか聖なる雫がいるみたいなこと確か言ってたよね。でなんか雫、雫使って虹の橋を架ける感じだったよね。1っていうか、うん。そして今その3つの神秘なるものを3人の賢者に託す。再び魔の島に悪が蘇った時、それらを集め戦うが良い。三人の賢者はこの地のどこかでそなたが来るのを待っていることだろう。ああ、まあ、ほら、1ってドット絵じゃない。それは古いゲームだからそうなんだけど、それをこう 3D にすると、こんな感じなんだね。綺麗だ。行け、私の血を引き絞のよ。でもね、そいつ、やらかしたんだよな。遠い記憶のようだ。しかし自分自身の記憶なのか他の誰かの記憶なのかよくわからない。ああ、おもろいな。これはどういうタイミングで挟むんだろう。いつもこうランダムというか。え、誰や、どこや。そっか、こっちから来んのか。敵おらんよ、敵。あっちか？右か？あれ？おお、いった。どこから入ってきた、お前。やった、毛皮だ。え、ちょっと待って、全部壊す。めっちゃ壊されてんじゃん。あ、なるほどね。いやー、なるほどね。あいつが来るのはマジいな。マジか。はい、あれ、ここはなんだ。うわー、薄いところ狙ってきたな、あいつ。クソガエは。だから見つけたらもうすぐねやらなきゃダメよ。お前邪魔なんだよな。お、オッケー。だって旅の扉ルームを作りたいんだよな。うん、なになに。え、ちょ、しかし浮き沈み、何苦しんでんの？回復しないの？え、麻痺？かゆい？あの野郎騙したの？え、何？騙された？え？おう。あ、悠長なことしてられないけど。祠部屋作りたいよな。旅の祠部屋作ったから通れるもんね。通れる、通れるけど抜けられはしないんだな。ええねん、私のセンスは。え、みんなが、みんな一気にクエストがね、うん、
なあ鬼丼よ、今のこの町の空気を読まずにちょっと不謹慎なこと言っていいか。何ですか？けどな、いくらお前でもさすがに、お、え？いや、ノリン、ノリンもロッシのように何かお抱えなのかもしれぬが、戦力外だからな。やっぱ戦力外な人ってこう正直発言権あまりないですよ。まあ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 、まあ、聞きましょう。はい、ずっと思ってたこと言うぜ。そうかそうか、病気だかなんだか知らねえけど、この町なんか空気が重いんだよリフレッシュしてよ、自然と戯れてキャッキャフフしてよいやまあまあ怒らないよ。うん、リリパッドの里のタン、リリパッド釣り名詞、釣りができる。やはりこの地には患者が溢れています。ウニ丼様、新しい情報によれば、麻痺の森と呼ばれる大きな森がある場所にも患者様が2名？はい、2名？ 2人？すごいじゃないか、ウニ丼、襲ってきた魔物たちを倒しちまうなんて。そういや聞いたよ、あんたでは物を作る力を持つビルダーなんだって。はい、うん、旅の扉があればこの島とは別の場所に行けるらしいじゃないか。これで新しい素材を手に入れて、うん、物を作れるってわけだな。一つあたいの頼みを聞いてくれるかい。毒沼ばっかり、病気の治療にはおじ、待ってた水、うふふふ、10マス分の水場に壺2つ、クッション椅子とたらい、明かりが1つずつ、10マス？え、ここ？このさ、これ何これ？じゃ、ここ広げるか。先にできることやろう。の耐久が新しい扉の先で赤いスライムいるかな。多分赤いスライム、作れへんのよな。綿毛も、綿毛とか紐とかもないな。まずは水だな。え、どこ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 、ちょ、やられるやられる。あ、お前か、お前か、どこ行ってんだ。いやー、ダメージ食いたくないんだけどな。外から入るのが大変なのよ、この家。 OK、 多分ここやったら水広がるんじゃない。10マス分、間違った、10マス分、1、2、3、4、なるほど、ここは埋めても大丈夫かな。ちょっと、え、つぼが、いや、もういいか、ここ
か、ここの壁。まあいいでしょこれで。壺が2つと、ケシで、ケシ、あ、いたいたいた。ケシはよく物を作ってくれてるよな、最高だな。クッション椅子、あれ、クッション椅子、これ木いるんじゃないか。クッション椅子、あ、ですよね。とにもかくにも新しいとこ行けって話かな。うん、じゃあ旅セット持って、ご飯と、あー、解毒もうちょっと作るか。いや正直そんないらないような気すんだけどな。あ、命、あ、これ決めちゃうか、忘れてた。4個くらいで、キャンプセット、あ、こ、木の作業台いるか、いらないと見た、行こう。うんうんうん、でこれは今決めるから、場所が空く。解毒か、解毒、くれてません。お、ここぐらい、あ、そっか、1回で3個できんのか。よし、こんな感じで大丈夫かな。で武器もあるし、そろそろ行くか、セーブして寝ていこう。